友の部屋。あっちとちあっちです。りっちゃんです。そしてりんりんです。ハロー。ハロー。よろしくお願いします。りんりんとおさんです。よろしくお願いします。お願いします。もうね、挨拶がハロー、ね。うん、ハロー。初のね、外国人の方が来たということで。もうね、よっち大丈夫かな。いやーもうやばいよ。女性に囲まれた時の緊張がわかんないじゃん。しかもさらに英語の。もうもうね、一瞬もハテナになっちゃうかもしれない。英語喋られたら。はい、ということで今日からはあのリンリンさんと一緒に、まあ、5つの企画をやっていくんですが、まず最初の企画は質問コーナーです。よっ、いつものようにツイッターで質問を募集したので、そこから10個選ばさせていただきました。ということで早速質問コーナー行ってきましょう。はい、こちらでございます。リンリンのおじさんの質問10。結構普段質問とかって受けてますか？動画とか。まだです。あー、じゃあこれが初ですね。ここ初だ。そうなんですね。ボンボンの部屋で結構多いんですよ。ここで質問を初めてする人はちょうどよかったです。じゃあリンリンさんファンにはすごい楽しみな動画になりますね。楽しみな動画になります。どんな質問？やっていきましょう。はい、では一つ目。はい、こちら。 YouTube を始めたきっかけは何ですか？は、あの YouTube スペースは行った時に別の撮影で入ってて、そこでなんかすごい優しい、おお骨が鳴った、骨が鳴った大丈夫大丈夫すごいじゃないですか。すごい超緊張してる。そう、そこですごい優しいスタッフさんがいて、萌えっていう人がいて、そうで、ファッションのいろいろ話したら、で、チャンネル始めたらいいんじゃないっていう話が出てて、やってみようかなって言ったら、なんかいろいろ手伝ってくれて、そのきっかけで始まったんです。あ、そうなんですね。ありがとうございます。じゃあ次の質問いってみましょう。はい、メイクやファッションに興味を持ったのはいつですか？メイクは私子供の頃は5歳から、はい、まあ3歳から、はい、3歳から、あのダンスやってた、舞台に出てて、はい、その時は舞台出る時にはすごいメイクをするんですね。で、その時からもう本当にいろんなメイクを、なんかそういうやり方とかは、あの習ってて、しかもすごい派手なメイクをやったんだから、その時から本当にすごい興味あって、ちょっと遊んでたの。お母さんのものを盗んで、いろいろ使って、本当にもういろんなもの混ぜ混ぜしたことがあって、ユーチューバーっぽいね。超怒れた、怒れたことはあったんで、そう、その時から多分ファッションもついでに、なんか、あ、自分の性格は服で表せるっていうことは本当に素晴らしいことだなと思って、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、お気に入りの化粧品は何ですか？最近は、あ、最近っていうか結構アメリカのブランドがすごい好きで、マスクとか、はいはいはい、あとUrban Decay、Urban Decay、それと、はい、あとなんか友達がやってるロスのブランドの Sugar Pill っていうブランドもあって、はい、すごい好きなの、はい、色味がすごいあるから、そういうのはなんかお取り寄せみたいな感じで買ってるんですか？そうですね、多分日本はあのまだ店舗は出してないけど、はい、でもインターネットで普通に注文できる。なるほど、はい、それかロスに買えるとか、はい、そうですね。でもセフォラは本当におすすめかな。なるほど、皆さん使ってみてください。はい、では次の質問いってみましょう。はい、ロリータスタイルに興味を持ったきっかけは？あ、それも結構前かな。そう、ロスに行った時に、はい、でアンジェリック・プリティっていう、はい、あのロリータのブランドがあって、初めてあのロスに行った時にポップアップショップとファッションショーをやった時に、はい、現地のモデルさんを応募してることがあって、はいはい、で私も全く知らなかったけど、友達がオーガナイザーとしていろいろやり取りをやってたんだから、なんか勝手に私の名前を出してモデルとしてるんだよね。そうそうそう、はいはい、でその時は本当に
あのこういう世界があるんだとかは、うん、初めてロリータの服も着るときに、はいはい、自分が可愛いなってなんか思った、はいはい、それも本当にあ幸せと思って、うん、その時からあのロリータファッションが好きになってて、じゃあもともとはそのモデルのファッションショーのモデルとして来たのが初めてってことだったんですね。そうですね、でも見たことはあるの。あそうですね、その時はそんなに別に着たいなっていう感じでは思ったけど、でもロスで、はい、あんまり手に入んないの。あそうなんですね、まあ、日本とかのがやっぱり、うん、そうそうそう、あと高いし、あ学生の時はちょっとね、あもう手に入んない。あなるほどなるほど、そういうことですか、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では次の質問いきましょう、はい、はい、日本の好きなところ、アメリカの好きなところはどこですか。あじゃあまず日本の好きなところ、はい、これ気になりますね、うん、お日本 の好きなところは本当にあのいろいろ綺麗なこと、はいはい、そう、なんかそこは心配はしない、なんか必ずどこにいても全部綺麗、うん、清潔ってことですよね。そう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 、うん、確かにそうですよね。それは本当に信用できるっていうか、はい、もう本当に安心するので、そこは本当に好きなんで、あと結構伝統的なものと現在的なものは混ぜ混ぜで、あの両方はあのなんていうの、いつでも見れるっていう、はいはい、確かに、そう、そこもすごい素敵だなと思って、あじゃあ結構伝統的なものとかも好きなんですか。はい、へえー、そうなんですね、はい、ちょっと意外ですね、寺とか、寺も行きます。あマジか、そうなんですね、本当に素敵だなと思って、でもなんか本当リンリンさんが寺にいたらすごい神秘的な感じになりそうすごいな、なんかなんかね、そういう絵になりそう、ね、なんかヨッチがいたら普通だけどただの日常風景だけど、あれ僕行ったら普通のおじさんになっちゃう、ね、そうそうそう、普通のお父さんになっちゃう、ね、はい、はい、次アメリカの好きなところ、アメリカでも実家のこともあるから、ちょっと見えないところもすごいあるとは思うけど、うん、はい、でもやっぱりあの私はロスから来たから、はいはい、海がすごい近くて、はいはい、私も家もあの海から5分で、めっちゃいいですね。でも子供の頃は本当に好きじゃなかったっていうか、海がですか。そうそう、なんかあんまり普通すぎて行きたくない。なるほど、もういつもあるみたいな。はい、でもやっぱり大学にいて日本に来て、はい、あのやっぱり素敵だなと思って、うん、今はすごい好きになった、じゃあ帰ったら海行くんですか。そう、いいですね、私も行きたいな。行ってください。海にいたらすごいだろうね、確かに。すごい人がすごい集まってきちゃいそうね。いや全然全然全然ありがとうございます。では次の質問いってみましょう、はい、アメリカでおすすめの観光スポット、グルメは何ですか。やっぱりロスだったら海とか、はい、サンタモニカピア、サンタモニカピア、yes. ピアって何ですか。ピアって海のあれの橋みたいに、海に入ってる橋が、橋、へえー、なるほど、やっぱり海がやっぱロスはいいんですね。はい、本当に素敵だな。なんかグルメとかもおすすめありますか。グルメ、でも朝ごはん、うん、ブレックフェストは、はい、とかブランチ、はいはいはい、パンケーキとか、あのオムレツ、オムレツ、はいはい、オムレツとか、うん、なんか考えたら私も超お腹空いてやばい。あとオーガニックが多いかも。そうなんですね、うん、ロスだったら。あ、そうなんですか。アメリカ自体はなんかすごい高カロリーな、あーなんかジャンクフードみたいな。そうなんですね。ロスは本当に、なんていうの、セレブとか、あとすごい、あのホリウッドの子がすごいいるんだから、あの体の、あの気にしてる方が多くて、そうなんですね。オーガニックとか、はい、ベジタリアンとか、はい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 、ビーゲンの子たち、はい、もうなんか運動が好きな子たちが多くて、だから、オーガニックのすごい美味しいところは、多いの。そうなんですね、はい、ぜひ参考にしてみてください、はいはいはい、皆さんもぜひ参考にしてみてください。はい、はいはい、では次の質問いってみましょう。はい、はい、こちら、最近ハマっていることは何ですか。さっきも話してて、はい、
あのマイクラだった。マイクラ。PE の方ですかね。あパソコン。え、ガチのやつなの。すごい。中地は知ってる。はい、中地。中地にあのパソコンのマイクラを教えてくれて、私全然上手くないけど、まあ最近やっているの。楽しいですか。楽しいの。建造物とかを作るのが楽しいんですか。なんだろう。私はそのマイクラの実況はすごいいっぱい見てて、はい、そうなんですか。本当に毎日マイクラは何個ぐらい見てるの。そうなんですね。ずっと結構やりたいと思ってて、やりたいと思って、うん、でも自分のパソコンは重いかなと思って全然入れなかったんだけど、うん、でも中地になんかパソコンを借りて、うん、貸してくれて、はい、そういろいろ教えてくれて、マジさん結構優しいんだね。優しいの本当に。じゃあこれからどんどんやっていって、もしかしたらそのゲーム実況とかもやっちゃうかもしれない感じですか。やったかな。おー、それは楽しみですね。楽しみ、はい、では次の質問いってみましょう。はい、YouTube をやっていて良かったことは何ですか。ちょっと真剣に答えて。はい、全然、はい、あの私も最近思ったんだけど、自分があの今までなんていうの、インセキュアって何、自分がなんかそんなに自信はないところは普通になんか動画で隠せないんじゃない。なんていうの、私今までモデルの仕事しかやったことないから、はい、なんか変なところが出してる時は普通に編集で、はいはい、シュッてもう、うん、あのなくなっちゃうんだけど、はい、でもなんか例えばニキビだったり、はい、あでも顔が大きい今日とか、うん、あとどっかのなんていうの、体の好きじゃないところは普通に動画で隠せないんじゃない。はいはいはい、そうですね。そこはあのいっぱい映ったらなんかあ自分がそんなに変じゃないなとは思って、逆になんか私の自分のイメージに対しては本当に OK になってきたのは本当に YouTube のおかげだとは思ってて、はいはい、じゃあ自分のその自信がないところを動画に出してたら、うん、まあ、ないところも動画に出してたら意外とその受け入れられるようになったというか、はい、そんなになんか、なんだろう、悪くないかもなみたいな感じで自信がついたってことですか。そうです。動画出すまでも不安があるの、はいはい、けど作ったから出さなきゃっていうところもあって、でも出したらみんなコメントとかもすごい優しかったし、うん、もう本当に、あ、これは本当にいけないとかダメなところではないっていうか、うん、自分のままで OK って感じは本当にあって、それ本当に YouTube しかないと思う、うん、なるほど。なんかそう、なんか今までで一番いい答えが本当に。そうですね。やっぱり視聴者さんがやっぱり裏で支えてくれますね。本当に YouTube しかないですよね。本当に、うん、YouTube しかない、ね、本当に、ね、うん、では次の質問行ってみましょう。はい、りんりんさんの動画の中でおすすめの動画は何ですか。自分の、はい、多分このボンボン部屋で多分りんりんさんを多分まだ見たことない方も多分見てると思うので、はい、その方にまた例えば一番おすすめの動画とか最初に見てほしい動画とかがあれば、はい、そちらを。はい、やっぱりあの前の質問に対しても、はい、私去年おととしぐらいに Dear Me のディアミー、ディアミー、はい、の動画作ったの。なんか自分の子供のあの時に対して、はい、あの言いたいメッセージ。そうだ。へえ。出た。だからそういうの外国とかで流行ってるというか、よくやるんですか。流行ってるっていうか、その時はスペース、はい、YouTube スペースに呼ばれて、はいはい、あのやりませんかって言われたから、はい、ちょっと。今までそんなにあの自分の心 の、はい、あのメッセージを動画で作ったことなくて、はい、その時も本当に心配だった、はいはい、けど作ったらなんかコメント欄でなんかいろんな人にこれみんな辛い時はすごい役に立ったっていうコメントが多くて、はい、海外の子たちもそうだし、あの日本の方もそうだし、なんか私にもすごい辛い時は見て本当に役に立ったなと思ったから、あのもしよかったら見てください。Dear Me、
そう、ディアウィン、はい、この動画の URL は概要欄の方に貼ってあるの、貼っておくので、ぜひ皆さんも見てみてください。はい、はい、ありがとうございます。では次の質問いってみましょう。はい、はい、こちらが最後の質問になります。はい、今年の目標は何ですか？もうちょっとメイクと、あと DIY の動画、はいはい、あと海外のトレンドとかの動画をどんどん出していきたいなとは思って、はいはい、はい、それは目標です。なるほど、確かに日本のチャンネルでその海外のことをやってるって、まあ、なかなかないですよね。はい、でも私も結構海外、アメリカだけではなくて仕事でいろんな国に行ってるから、そのところのなんかすごいいいところも日本に、はい、あの紹介したいなと思って。なるほど、はい、それ普通に見たいです。私もそういう海外とか興味あるんですけど、やっぱり行けないっていうのもあるじゃないですか。ありますね、うん、やっぱそういうのリンリンさんの動画見て、あ、ここいいなとか思ったら、すごいですね。それを作りたいな。あ、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこれで質問コーナー終了となります。次回からもリンリンさんと一緒にいろいろな企画をやっていくので、ぜひぜひ楽しみにしててください。はい、ではこの動画楽しかったと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。またねー。またねー。バイバイ。